はい、本日ですね、こちらルイスレザーを3年着てみて危うく失敗するところでしたっていうお話をねしていきたいなと思います。こちらルイスレザーのライトニングっていうモデルですね。はい、本日ですね、こちらルイスレザーを3年着てみて危うく失敗するところでしたっていうお話をねしていきたいなと思います。こちらがですね、そのルイスレザーを3年間着用してるんですね。このようにこの腕のところとかにこうシワができたりとかしててですね、結構プライベートでもちょこちょこ着てるんですよ。でそれこそこちらに出てるんですけど、あの石川県のスカンダさんっていうところで買わせてもらったんですね。でオーダーさせてもらって、なんでスカンダさんに行かせてもらったかっていうと、スカンダさんがめちゃくちゃ快く撮影も OK してくれたし、店員さんが良かったっていうところで行かせていただいたんですよ。で他でもいい店員さんとかいらっしゃるとは思うんですけども、まあ僕はここが良かったっていうことで購入させていただきました。でまあ後でも言うんですけど、まあオーダーなのでこのように裏地を変えたりとかはしてるんですよね。でこの裏地が良、まあ、かったっていうところなんですけども、実は今新しい裏地も出てたりするので、またそれもご紹介はしていくんですけど、まずはこちらのアイテムから見ていきましょうか。こちらルイスレザーのライトニングっていうモデルですね。でそれのサイズが42を購入しました。まあ、このようにねメイドインイングランドっていう風に書いておりますけども、おそらく購入した時は確か22万とかぐらいやったんですけど、今もしかしたら値上がりしてるかもしれませんね。この横に出てるかなと思うんですけども、選ぶアイテムとか裏地によって少し値段とか変わってくるのであれなんですけど、まあ値段はねどんどん上がってきてるんちゃうかなと思います。でそれこそデメリットでもまた言うんですけども、すんごい時間かかります。これオーダーしてから僕の時は多分2ヶ月か3ヶ月ぐらいしたらもう届いたんです。イギリスから届いたんですけど、今はまあもう1年は余裕で超えるっていう感じなんで、よし来たいと思うじゃないですか。来たいと思った時期に予約しといたら、ちょうど1年後に忘れてたけどなんか届いたな、イギリスから届いたなと思ったらルイスレザーが来るぐらいな感じになってますので、そんな感じだと思っていただければいいかなと思います。で僕3年着用したんですけど、最初結構皆さんに言われたことがあって、まあこの買い物動画で出してる時にもそうやったんですけど、ちょっとサイズ大きいでっていうお声結構いただいたんですよ。でただ今回良かったのが、その店員さんがレザーって一般的には結構店員さんがゴリゴリに小さいのおすすめするパターンってよくあるじゃないですか。いやレザーってね馴染むんで、バツバツで着てくださいみたいな店員さんいてるんですけど、僕ああいう店員さんとはもう全然合わないタイプなんでね、この人とは僕合わないっていうスタイルなんですけど、そのスカンダさんの店員さんっていうのがすごいいい店員さんで、まあ人によって着るスペースとか着る雰囲気とかがあると思うので、一概にもうバツバツに小さいのがいいっていうわけじゃないと思いますよって言っていただいたんですよ。で僕の体型からするとおそらく38を勧められることが多いと思うんですね。だから42っていうことは38、40、42、2個ぐらい大きいの買ってるんですよ。でこれが最終的には良かったっていう話なんですけども、まあなんでなんかっていうところを言うとね、まずは僕バイクとかも乗るんですよ、来てね。でバイク乗った時に見てください、こうやったらこれでギリギリなんですよ袖が。だからもし仮に2個もちっちゃいのやってたら、めっちゃちっちゃいんですよね。それは変やんっていう風になってくるので、バイク乗ること考えてもやっぱり42で良かったよねっていうところもありますし、それ以外で言うと今こうやってロンティーしか中着てないんですけど、まあ、ロンティーにパッて上羽織って全くきつくない。だから例えば居酒屋とか行ってる時とかでも、居酒屋で僕これ上着たまんまずっとこうやって喋ってる時とかあるんですよ。で普通レザージャケットってパツパツ着ちゃうと着たまんまってしんどいんですよね。だから一回か脱がなあかんってなってくるんやけど、全然きつくないから、この着たままパッて着たままずっと折れちゃうんですよ。でそれでいて例えばこういうパーカーと重ね着レイヤードするとかっていうなった時にも、僕は42っていうこのサイズをね選んでて、あ良かったなっていうのがあって、実は僕前失敗してるんですよ。大学ぐらいに、ね、買ったね5万ぐらいのレザーがジャストがいいって言われてジャスト買ったんやけど、結局中にこういうパーカーとかも着れないし、ロンティー1枚だけやし、でそうなってきたら季節限られるし、で季節限られたらもう着んのはなくなってくるし、なんか袖短いしみたいな感じで結構着なくなったんですよ。で多分ねこれ見ていただいてる方も、うわ分かるわって、なんかサイズ合わんくなってキンくなったってめっちゃあるわっていう風に思っていただいてる方がおると思うんですけど、いやまさにそうなんですよ。だから僕買う、次レザー買う時は絶対ワンサイズ上は買おうと思ったんですよ。でワンサイズ上買ったってダボダボにならないんですよね。もともとオーバーサイズに作ってるやつをワンサイズ上買ったらすごいダボダボになるけど、もともとレギュラーサイズのこの海外のタイプやから、なんぼサイズ上げてったってサイズは崩れないんですよ。であとは中にちょっと余裕が出てくるって感じなんで、まあ、それやったらワンサイズ上やなと思って買って、結果正解でした。だからもし仮に違う店舗行って違う店員さんにバツバツがええですよって言われて、いや俺上がええねんけどなと思って、店員さんにいや騙されたと思って買ってくださいって言って帰って2年後ほんまに騙されたやないかいっていう話になると思うので、最終的には買ってそこで買ってよかったなと思うんですけど、そういう個人の意見
をね尊重してくれる。もちろんバツバツがいいっていう意見ももちろんあると思うので、バツバツがいい人はバツバツ着ればいいと思うんですけど、僕バツバツやったら着なくなるので、やっぱりこれがね最初は良かったかなと思います。でオーダーするときにね、あのポイントってなってくるところが、まあ何箇所かあるんですよ。まあ後でも言うおすすめの点とかでも言おうかなと思ってたんですけど、例えばこういうねパッチの部分っていうのが、この丸っていうのもあれば四角っていうのもあるでしょ。で確か四角はオーダーの証っていうか、オーダーしか多分四角はなかったり、あとこういった裏地ですよね。この裏地が既製品は多分赤と黒かなになっちゃうんですけど、今はこのようにこういうブリティッシュな僕が使ってるチェックもあるし、千鳥柄っていうのも出てきてるんですよね。だからそういうのもいろいろあるんですけど、ルイスレザーといえば多分絶対皆さん思い浮かぶのって赤じゃないですか。で赤の中のキルティングが入ってるバージョンで、これはキルティング入ってないんですけど、キルティングが入るとねサイズ感変わってくるんですよ。中綿が入ってるからちょっとごついんですよね。でごついっていうことはですよ、着れる時期がまた限られるんですよ。これやったら10月から11月12月1月2月3月まで着れるけども、キルティングが入っちゃうとギュッて縮まってくるんですよ。だからルイスといえば赤やねんけども、あのキルティングじゃなくて今ただただ赤のナイロン生地も確か出てたような気がするんですよね。だからそっちを選んだ方が、結果長く着る。で中綿とかって絶対この視聴者さんは、こう見ていただける視聴者さんは絶対中綿ジャケット持ってるので、もう中綿ジャケットはもう自分で中綿を着てレザーを着ればいいので、別にジャケットにねライナーがひっついてる必要ってあんまないじゃないですか。だから、まあ、そういうところでねライナーはこれにしてよかったかなと思います。こんな感じでねインナーダウンをこうやって中に着込むことももちろんできるし、いや集まってやーいう時はもうこれでねロンティーだけでも全然いけるし、でもしこれがキルティングの中にしちゃうとおそらくこういう着方はできなかったと思うので、まあ、最終的には良かったかなと思います。で、まあ、ルイスといえばね、これ見てもらったら分かる通り、ただの黒のパンツが履いて白黒見てこのザ・モノトーンやのにちょっとこれいい感じになってるじゃないですか。男が好きな感じ、なんかそれかっこいい感じですよねって僕もありがたいことにジムのね視聴者さんによく言っていただきますけど、クゾークのレザー姿やられたと思ったわーってよく毎回言っていただけるんですけど、レザーの中でももっとこうシボのあるやつあるじゃないですか。わざとこう洗いの加工をかけてやってるバージョンもあれば、こういう感じでつるんとしてるバージョンもあると思うんですけど、やっぱシワ感が多くなればなるほどちょっとカジュアルに寄っていくし、こういう風につるんとしてる場所してるほど綺麗目としても着れるので、まあ、今から例えばパンツ変えてみようと思うんですけど、これ黒パンじゃないですか。だからちょっとこうロックっぽい感じのイギリスっぽい感じになるんですけど、次にちょっと大人っぽく切れ目でいこうと思うんやったら、こういうねグレーのパンツ合わせてあげるとちょっとまた雰囲気変わってね、あこれはこれちょっと大人っぽい感じ、ちょっとデートとかにもこれだったら使えるんちゃうっていうような雰囲気にもなってきて、あレザーって男っぽいけどもなんか綺麗な雰囲気になるよねって感じじゃないですか。でやっぱシワ感のあるようなレザーしちゃうとちょっとやっぱりスラックスとかこういうグレーパンツちょっと合わなくなってくるので、まあ、僕個人的にはこういうの方が好きは好きなんですけど、まあ、それ以外にも例えばデニムとかもいきますよね。これはまあリーバイスのデニムなんですけど、リーバイスのちょっと履いてみてこんな感じでね、あの濃紺のデニム履いたりなんかしたりしたら、これはこれで地元帰った時の同級生らとちょっと飲みに行く時なんかこれジーパンでもねいいじゃないですか。でさっきのグレーパンツはちょっと女子とデート行くとかそんな感じにしといて、それ以外にも子供のちょっと遊ぶ時にパッと出かけるぐらいやか汚れてもいい感じってなってきたら、ナイジェルケーボンのワークパンツ系を合わせちゃうと一気にこうミリタリーテイストがあるのでね、お子さんとちょっと公園とかで遊ぶぐらいやったらこれでね、そうサングラスなんかかけながらコーヒー持っておい何行くぞなんて言いながら、まあ、これだと多少汚れたってミリタリー風な感じだから、まあ、それはそれでいいかなと思うので、こんなもんありじゃないですか。僕子供おらんけどそんなことをちょっと想像しております。まだ僕若いんですよと、こういう格好僕まだパパにもなってないっていう方であれば、皆さん大好きパイセンの方をねちょっとこれで降臨させるっていうこともできます。こちらのパイセンはね、山本パイセンをちょっと履いてみたいなと思います。で次こんな感じで、もうちょっと代官山とかで僕おしゃれしたいんですよと、おしゃれ大好き、もうアルバイトで貯めたお金は全部おしゃれに使うんですっていうタイプのスタイルとしてはこういう感じで、ちょっともうダボーンとしたね幼児先輩の、パンツですよね、そういうの履いていくっていうのも、幼児山本パイセンですよ、履いていくっていうのもいいし、もっとフラッと行こうと、新幹線の移動とかでちょっと楽やけどレザー着てるぐらいの感じがいいっていう方であれば、例えばこんな感じでね、ちょっと長距離移動しますよみたいな、ちょっとフライトに乗りますよみたいな感じだけど、これ実はノースフェイスの防風の、スウェットパンツなんですよね。こんな感じで行くと、あちょっと今から移動しはるんかなって、ちょっと海外まで出張とか観光しはるんかなみたいなスタイルにももちろんなるし、いやもっとカジュアルにジーパンでいいやっていう方なんかもこれでもいいって考えたらね、このルイスレザーってね7色のコーディネートを楽しめるっていうね素晴らしいジャケットになってるんですね。で、まあ、経年変化は、まあ、見てもらったら分かるかな、こっちでよりこっちの方が分かりやすいかな。もともと革があのラットランドシープってもう多分今はもう廃盤になってる革なんですけど、これが、まあ、シープなんで、今はシープだけやったらあると思うんですけど、もともと柔らかいし、シープ系のいいところって柔らかいのもそうなんやけども経年変化がなんかゴリゴリには出な
ないところがいいなと思ってて、馬の方もあるんですけど、馬の方はもうちょっと硬いんですけど、硬い分経年変化がもっと出る、バキバキにこう折れてくるような感じで、それでいいっていう人もまあいてるので、僕個人的には馬のあんまりそういうのは好きじゃないので、まあシープにしてずっと程よいツヤがあったり、そのバキバキ感はないんやけど、着てる人だけがこう柔らかくなるのが分かっていくようなスタイルがいいなと、まあ元々も柔らかいんですけどね、そういう感じにはしております。で、そんだけ素晴らしいね、あのアイテムなんですけど、まあ、ただデメリットっていうのも結構あって、まあ何なんかっていうと、やっぱそもそも注文してから1年後になるっていうところもそうやし、それ以上にやっぱり海外製あるあるなんですけど、イギリスってすごいいいんですけど、これ見てもらったら分かる通りね、品質に一定感がないんですよ。安定してないんですね、品質が。だから例えばここの多分前身頃のとこっていうのはすごいこだわって革をチョイスしてるはずやから、余計な芝とかっていうのはもう全くないんですけど、腕とかもこれ綺麗やんと思うんだけど、ここは綺麗なんやけど、こっちひっくり返したところっていうのがめちゃくちゃ芝だらけのくしゃくしゃになってたりとか、こっち側はないんですよ。この右手の方はこうやってひっくり返しても綺麗な革なんですけど、左手の方はここね、めちゃくちゃ芝あるっていうか、おそらく首とかの革なんで、柔らかくて芝だらけみたいな感じなんですね。だからまあさすがにこれは表には持ってこうへんとしても、あんま日本ではそういうことしないじゃないですか。革のあの品質も一定を保つようにするんですけど、やっぱ海外の人ってその辺はちょっとアバウトなんで、ちょっとその辺の品質の差っていうのが出るし、例えばこれでそうですよね、この右側のってめっちゃ綺麗じゃないですか。まあこっち向かって、僕のは左なんですけど、皆さんが見て右側、ただこの逆側ってやっぱりちょっとこの汚い脂肪があるのを引っ張ってきてるんで、まあこういうのをちゃんなんていうの、普通多分日本人ってここ揃えようとかするんですけど、まあその辺はあんま考えへんっていうところが、こう海外らしいというか、その一つの商品一つの商品によって個体差がだいぶあるっていうところがね、僕の場合はここですけど、まあ、人によったらもしかしたらここかもしれんし、首のところかもしれんし、ちょっとわからないんですけど、まあ多分これは僕も縫製会社さんとかいっぱい見てるんですけど、日本の縫製会社さん以外になってくると、そういう配慮ってなかなかちょっとそこまで完璧にはできなくなってきて、まあそれをしちゃうとまあちょっと大変っていうのもあるとは思うんですけど、まあ日本のねおもてなしってすごいじゃないですか。ここまでやるかっていうぐらいやるから、やっぱそういう細かいところまでこだわるんですけど、まあ海外ってやっぱそこまでがなかったりすると思うので、まあそれがない分値段もまだ抑えれてるとは思うんですけど、20何万で抑えれてるのかって話なんだけど、抑えれてると思うので、まあ、この辺りはいくらメイドインイングランドであろうが、イタリアであろうが、フィリピンであろうが、カンボジアであろうが、まあ、そんなに、まあ、違いっていうか大きな違いっていうのはないんかなっていうことで、多少品質のズレが出てくる一個一個によってっていうところねあると思うので、人によっては当たりっていうのもあるし、人によったらちょっとこれ外れやなっていうのもあったりするっていうところが、まあ、革ならではの楽しみかなと思うんですけど、まあ、ちょっとデメリットにはなってくるかなと思います。まあ、日本のブランドのレザージャケットとかも結構いろんな地域とかであると思うんですけど、そういう方が多分品質はある程度一定で80点がずっと出てる状態なんですけど、例えばこれとかやったら、まあ、全体的に見た時に悪い革もあるから、まあ、60点ぐらいだよねってなるけども、たまたまオーダーしたやつがもう完璧に当たりのやつ引いて100点が来る時もあると思うので、まあ、その差が激しいんですけど、日本の場合ってもう80から85点をずっと出し続けるっていう、まあ、それがものづくりの強さなので、やっぱり僕らからしたらイギリス、イタリア、フランスって聞くとすごい上に感じるけども、やっぱり海外ってちょっとそういうところがちょっとアバウト感がある、ここまで徹底したものづくりっていうのはやっぱり日本はちょっと別格ないなっていうのをね改めて感じるところではあるかなと思いますので、品質の差っていうのが一個一個あるんかなと思います。ただおすすめっていうのが、まあレザーなので、まあ、取り扱いがちょっと面倒くさかったり重かったりするのはあるんですけど、やっぱり男の人ってレザー好きじゃないですか。で、一着だけ欲しいなって思ってる人はまさにこれ、いやもっと何着も俺はレザージャケット買うねんっていう人は別にルイスってわざわざ選ぶようなものじゃないと思うんですよね。いっぱいいろんなブランドがあるから。ただ僕も一着しか買いませんとか、いやもう 1,2 着でいいんですっていう人ほど、もうここに行くしかないっていうね、もう他にいろんなあるけども、レザーマニアみたいな人はいっぱい買ったらいいと思うけども、もう一着だけに絞るっていうのやったら、もうこのルイスレザーになるんちゃうかなっていうぐらい、やっぱりイギリスのブランドなんで、ちょっとタイトめというか綺麗なシルエットでね着れるっていうところで、アメリカのレザージャケットってちょっと身幅大きいので、ちょっとシルエットが崩れてくるというか、そのなんか日本人に体型が合ってないっていうスタイルかなと思うので、結果ルイスですよねって、ルイスになっちゃいますよねって言ってルイスジャケットになるんかなというふうには思います。はい、ということでね、まあ、このジャケットは結構その3年ぐらい前に買って、そんなに動画では紹介してないんですけど、それでも視聴者さんの中では結構覚えていただいてる方多いみたいで、僕の見てオーダーしたよっていう方もいらっしゃるし、僕の見て最終的に迷ったけど違うブランド買ったよっていう方も結構お声聞くので、あ、結構皆さんにとってあのインパクトのある動画やってんなっていうことで、まあ、今回3年間ぐらいですか、3年か4年かちょっと忘れたけども、まあ、着用してみてどうやったかっていうところをね、今回お話しさせていただきました。で、結構オーダーするってなった時に、いや、この革のパッチどうしようかな、四角がいいかな、丸がいいかなとかね、あと裏地は
さっき言ったみたいに赤のキルティングだけちょっと素材が違うけども、それ以外はね黒とかあと赤とか、まあ、このチェックとか千鳥柄とか出てきてるけども、うわどうしようかなとかって思うけども、ご安心していただきたいのはですね、誰も見てないっていうことね。誰もそんな革のパッチが四角か丸かなんか誰も見てへんし、僕も一回もそんなこと言われたことないです。これ着て街中歩いてて、えオーダーのにあえて丸にしてるんですねなんて言われたことないし、あ四角やからオーダーなんですねって言ってる姿も見たことないし、誰もそんな見てないので、まあ、自分が満足できる形で自分が着ててかっこいいと思う色味をね選ぶっていうのが一番大事なんかなと思いますので、人はそんなに自分のこと見てないので、自分が満足するオーダーをね選んでいただくのがいいんじゃないかなということで、まあサイズにしてもそうなんですけど、バツバツがいいっていくら店員さんが言われても、自分がバツバツが嫌やったら自分が着やすい、今後も着るだろうっていうサイズ感を選ぶっていう風に、まあ、自分が納得するっていうのをね選んでいただくっていうのがいいんかなということで、本日はですねルイス3年着てみて危うく失敗するところだったぜという動画になってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。